じゃあラスト、ハセドの戦いいきましょい。政宗らに救われ、三成は難を逃れたが、これを契機に徳川家康の天下取りが加速。ついに兼続と三成が家康打倒の兵を挙げ、天下を二分する熾烈な戦いが始まった。上杉軍の精神を恐れた家康は政宗に上杉を牽制するよう要請。伊達軍は上杉軍を長谷堂城で捕捉した。広く世界を見聞し、天下の中身を自らの手で築く。政宗は太平の世で大望を果たすべく兼続との決戦に臨んだ。大阪城じゃなかったね、長谷堂だったね。この戦の果てに天下は定まろう。兼続、勝負じゃ。第5話、長谷堂の戦い。龍の志、誰にも止められぬわ。止められぬわ。ここは変わらずですね。いきます。じゃ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 。ここを通りなきゃ。お、刑事、前田刑事を超えてみた。はー、おー、だって激化効果500コンボ。三成との強撃策が外れちゃ、いくら兼続でもなあ。三成では家康に勝てまい、戦国の世もしまいじゃ。長谷道場が落ちれば上杉との決着はお預けかな。させぬわ。この戦できっちり勝負をつけてやるわ。いつの日か、人の気概は数に勝利するだろう。今日我らはその先駆けとなるのだ。兼続の狙いはこの戦場の勝利にない。しかしわしはそこでも勝ってやるわ、バカめ。ケジ、来たか政宗。こっから先は済ませねえぜ。わしは竜ぞ。わしは竜ぞ。問題はこれまでなのか。邪魔だ。よし。邪魔だ。開門。やるね、マサムネ。ちょっと待つかぜ。後でまたやろうぜ。早いよ。早いよ。行くぞ。まだまだ。我らの気合を見せてやる。俺は北砦で上杉を牽制する。長谷道場は頼むぜ。影勝様は砦の守りを。前線へは私が参ります。采配は兼続に預けたはず。長谷道場はわしが攻める。あ、全軍長谷道場に向かうんじゃ。オッケー。あれ、松風いなかったっけ。あ、いたいたいた。誰ぞ助けてくれんか。キビキビ影勝。ああ、オッケーオッケー、最高だね。おじひ、感謝いたしますぞ。てん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 。ほい。進め。邪魔だ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 。うらー。
兼継ぐ、父より譲られし上杉の気概託したぞ。行くぞ。何としても長谷道場を落とすのだ。上めっちゃ来た。守りを固めろ。しつこい奴らめ、戦線を叩き潰してやるわ。行くぞ。さて、もう一花咲かせようか。お見事。わしの力この程度ではないわ。お見事。わしの力この程度ではないわ。見て俺。私は竜像。これ当たるか？諸君、我らは敵中突破をもって父より脱する。開門。開門。戦場で果てし者たちの気概。己が胸に宿せ。下がれ。敗北条件変更。カメツ、政宗は俺に任せときな。バカめ、貴様らまとめて叩き潰してやるわ。これ開くかな。あ、こっちか。到達する前に、よしよし、いいだろう。いいだろう。戦人なら覚悟を問う必要もあるまい。行くぞ。戦国最後の大一番だ。ちょっと待ってよ。12分以内、オッケー。あなたは剣心と同じ竜の器、何故家康に従うのですか。わしの野心は天下の先。当たるか。眼中にないわ。政宗、貴様を破って戦を締めくくらせてもらおう。上杉全軍が私兵と化すともわしには勝てぬわ。お見事。わしの力この程度ではないわ。苦戦、もはやこれまでなのか。待ってきつい。忘れてはなりませんよ。邪魔だ。どの道、戦には太平の世を生きられないさ。一回生きるべくして生きるのが人じゃ。一回苦戦してるから。バカね。苦戦。待って、これ間に合わんかも。またこれ間に合わんパターン。なんで苦戦してんの。何に対して苦戦してんだろあいつ。 お助けください。いや、行くからちょっと待って。もはやこれまでなのか。行くから待ってよ。うわ、間に合うか。間に合ってくれ。どこにいる。上。おお、味方はここぞ。おお。え、ああ、見ておれおれ。わしは竜像。オッケーオッケー。あとは、よいしょ。遠兵として参った。
ああ無理か。これでモカミは大丈夫かな。いやー危なかった、本当に怖いからね。お見事バカめ、わしを止められると思うか。あとは軽く武将を倒して終わろうかな。いやどうしようかな。邪魔だ。敵もやけに張り切ってんだ。いいパー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 トレタン。敵将撃ち取ったわ。邪魔だ邪魔だ。これ強いな。敵将撃ち取ったわ。さああそこかな。笑え政宗、笑って前に進もうぜ。ありがとうよ、借りにしとく。邪魔だ。見ておれ、見ておれ。これでフィニッシュかな。いけー、オッケー。天をつかむ金継ぐ、わしの勝ちじゃな。勝ちました。我ら上杉の気概もはや存分に示した。悔いはない。いやよかった、危なかったマジで。最上さんよく耐えてくれた。多分難易度や天国だったら死んでたね。わしの敵ではないわ。うわ、なんかやばいのゲットした。影技使用時に一定確率で連技ゲージを消費しない。動向が増加。持っとこう、持っとこう。撃て政宗、我がことすでに慣れり、私は歴史に気概を刻んだ。わしの戦はまだまだこれからじゃ。わしは太平の世で広い世界を見る、そしてこの国を豊かにする。それには祭神を撃って取るなどもってのほかよ。わしは天下の先のもっと大きな未来をこの手で実現する。金継ぐを仲間にするみたいな感じ。